各地のシーカータワーを復旧させたことで、ゼルダたちが持つシーカーストーンを介してハイラル各地の情報を瞬時に集められるようになった。プルアは早速その機能を利用してイーガ団や魔物が集結している地点を発見する。ハイラル城への襲撃を未然に防ぐべく、ウルボザが神獣バ・ナボリスを操作し、総統の任に当たることとなった。まったく、いきなり神獣を動かせだなんて無茶言うね。けどちょうどいい訓練になりそうだ。
プルアの目論みは的中し、掃討作戦は成功。ゼルダたちはシーカータワーの力を目の当たりにする。バ・ナボリスの活躍によってイーガ団のアジトへと続く道を開いた一行は勢いに乗り、一気に中へと攻め入るのだった。Hey!
じゃねえか。だが俺様は気にしてない。全然気にしてないぞ。なぜだかわかるか。お前らの命運がここまでだから。はい。こいつを思えば、うっぷんも晴れるってもんだ。今日ここでイガダンス総長コアガ様が全員まとめて消してやる。Oh! Oh! 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 O
こたびの件はさすがに看過できんでござるな。そうだぞ占い師殿。すべては定めよ、この敗北さえもな。え？あくまでも私と手を切るというならば、それは厄災ガノンを敵に回すということ。それでよい。我が大望のためイーガ団はなくてはならぬ存在なのだ。厄災復活のためこれからも共に力を尽くそうではないか。シーカータワーね、なかなか役に立つじゃないか。へえ、そうでしょう。それから忘れちゃいけないのが、プルは驚かせないでください。ごめんごめん。でもこの機能は興味深いでしょ。まあ今のところは運べる人数も少ないし、移動先も限られてはいるけど、研究が進めばもっと役立てられるかも。ありがたいことに近頃は研究員の数もだいぶ増やしてもらえたし、私たちでどんどん研究を進めないとね。心強いです。あなたがいればきっと。いえ、頼りにしていますからね、プルは。